あ、こういう風に車は入っちゃいけないようになってるわけね。なるほど。いやー、雪が多いね。あいつの方に来るとね、やっぱ冬はこれだけ雪が降るということで、まあお家塾ね、まあ暖かい時期に来るのはね楽なんですけども、家がねすごい古いのがたくさんあるので、まあそれにね雪が積もってる様子をね撮りたいので、まあ冬までね我慢して今回ね来てみました。利用してやってるんだね。かわいいかわいいかわいい。50軒ぐらいこういう建物があるらしくて、まあその中ではね、まあ、お店みたいなのをやってるところも、いくつもねあるみたいですね。お蕎麦がすごい有名なところなので、まあお昼はね、まあ、お蕎麦何かいただいてこようかと思います。わあ、蔵の民宿、これはそそられる。欲しいいいんじゃない、ネギいいんじゃない、買ってたら、うん、野菜のやつなんだ、かわいいね。旦那さんの扉はあのカメラなの？カメラですね。まあ大したのはやってないな。何鍋で持ってたの？赤いやつがちょっと一つできた。トマトとか、いいんじゃない？いいんじゃない？お酒、いっぱいある。おうち塾のお酒なんだ。雪中桃姫。お車運転じゃない方、試飲もできますよ。試飲する。自宅の地下水で作ったここだけのお酒になってます。雪の中で貯蔵をして熟成何年ものってことで、どんどん角が取れてまろやかなお酒に。特別純米酒なんでバランスの取れたすっきりとしたお酒になってます。このお酒を寝かせて3年目です。3年でもかなり甘みが出るというかまろやかになります。せっかくなんで8年熟成します。2013年から雪が溶けた後も雪の温度保つためにマイナス5度の冷凍庫に入れて一回も常温にしないで8年間寝かせる。塾のお水で作ってるお酒は一応ネット販売とかもやってないので、ここに来ていただいた方限定のお酒になってますね。リキュール系と、あとここは焼酎になってます。おすすめの梅酒です。梅酒、普通焼酎で梅酒って作るんですけど、会津、が酒どころなんであえて日本酒で作った梅酒です。飲んでみますか、少し舐めてみますか、はい、日本酒仕込みなんでストレートでもいけるようなんですね。おいしいですか。焼酎と違って度数が低いので、半年以上漬け込まないとなかなかエキスが出てこないです。
ちゃってください。神社がね、ちょっと離れたところにあるみたいなんで、そっちの方もね、行ってみようかな。大内宿のね、この、まあ、かやぶきのね、建物自体はすごいまっすぐに並んでるんですけども、まあ、そこの道をね、ちょっと外れたところに、まあ、神社がね、あるみたいですね。高倉神社。すごいね、こんなもうね、田んぼのど真ん中にね、ある立派な神社。これを混ぜて食べるって言ってたよね。混ぜて、でこれを箸代わりに、でたまにこれが薬味代わりになるってかじって、まあ、辛いだろうからネギだからちょっと食いづらいけどね、これで頑張って麺リフトがうまくいかない、ラーメンみたくは下手だ。
高な量。